さあ今日は一面の銀世界でございます、はい、真っ白でございます。非常にやばい事態に陥っております、はい、ちょっと左を見てください、はい、もう雪しか見えません。完全に今日は雪景色、銀世界というやつですね。どうですか今画面に何が映ってますか？ほぼ白いものしか映ってない。そうですね、もう真っ白ですね。今晩はこれから車中泊に行ってきます。いわゆる雪中車中泊というやつです、はい、かなりだね、さすがだね。こんなになってるとは、ここまでとは。はい、到着です。寒い、とりあえず準備しましょう。はい、現在室温 4.7 度ぐらいです。寒い、とりあえずこれ敷きたいです。何してんの、みきちゃん何してんの。カーペットがないからとりあえずいらない毛布を敷いています。私は目隠しをします。いや、私はミキーちゃんのご飯をあげます。よかった、寒い。あ、ちょっと多かったかな。はい、てててて、あいよあれはどこだ、あれは。待って、でちょ。はいよ。はい、よかった。はい、よかったな、ミキちゃん。よかったにゃん。はい、今日は温度計を買ってきました。このウェイパーにね、挟んでおきます。はい、今は8度ぐらいになってますね。これちょっと暖かいところに置いてたからかな。あ、今ぐんぐん下がってます。どんどん下がってますね。非常に寒いです。外はこんな感じです。今雪がとても降ってます。うお、なんだこれ。はい、ではご飯にしましょう。はい、この塩タンメン鍋つゆで鍋を作ります。豚こま切れ、こちらが鮭の切り身、鍋八豆腐半額、白菜、刻みネギ。じゃあまずは食材を全部鍋に一旦入れます。豚肉全部入れちゃいます。お豆腐を入れたいんですが、この汁が出ちゃうので、この汁は乳装部で固めます。これは液体を固める粉ですね。その中に豆腐のこの水分を入れます。そうすると中はこのように固まっております。これでもうこう固まってますので、もうこれを燃えるゴミとして持ち帰ります。鍋用のお豆腐でちゃんとギザギザに切れてるからすごい。はい、じゃあ鮭入れておいてください。最後白菜入れます。全部入れちゃうともしかするといっぱいになっちゃうかもしれないので、これぐらいでいいかと思います。じゃあ最後にこの塩タンメンの鍋つゆを入れます。これはね、岐阜タンメンっていうね、岐阜県にある美味しいラーメン屋さんの鍋つゆです。蓋をします。あとは待つだけ。やっぱり火をつけるとちょっと暖かくなったような気がすると思ったけど、 4.1 度でした。そんなすぐにはね。本日の飲み物を発表いたします。オールフリー、はい、どうも。アサヒドライゼロ500でございます。大雪警報が発表中だよ。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。おお、お肉。よいしょ。白菜と、あ、お玉忘れちゃった。お豆腐が崩れる。よいしょ、はい、豆腐と。あちゃ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 、あっち。いただきます。
うまい、おいしい、あったかい。お、うまい。おいしいね。うん、はい、今食事をしていたらですね、室内の温度が上がってきました。ここに入ってきた時は 4.1 度だったんですけども、今は 5.5 度あります。やっぱりこの火を使うとね、一気にこう室温が上がってきます。食べてるからちょっとあったかくなってるしね。ああ、それもあるね、うん。はい、本日の締めを発表いたします。もっちり太打ち深蒸し焼きそばでございます。鍋の締めは、うちは焼きそばの麺を使います。はい、焼きそば麺を入れます。じゃじゃん。鍋に普通のラーメンの麺を入れてしまうと、鍋を食べているうちにちょっとずつ伸びてっちゃうんですけど、この焼きそばを使うと意外と伸びにくいんです。なので焼きそばを使っています。まあそれがね、美味しいかどうかは人それぞれだと思いますが、まあそれは食べてみてのお楽しみはい、そろそろできたかな。おー、うん、いい感じ。いいね。はい、よいしょ、よいしょ。はい、ではいただきます。うん、これはうまい。本当ですか。いや、私もいただきます。だって焼きそばの麺でしょみたいな焼きそばの麺でしょ。麺はね、結構太麺でね、美味しそうな麺してますね。太麺が好きなんで、これは見た目はいいですね。食べてみます。うん、美味しいでしょ。いいね。うん、うん、全然合ってるミスマッチな感じは全然しないですね、うん、とても合ってます、うん。焼きそばの麺が油でちょっとコーティングされてるから、だからこう伸びてかないのよ、多分。じゃないかなもちろん、うん、油でコーティングされているのも初めて聞いた、多分ね、はい、じゃあごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい、とても美味しかったです、はい、鍋のスープがですね、これだけ余っております。これは明日の朝いただきたいと思いますので、どっかにしまいます。どこにしまうかというと、はい、電子レンジの中が一番ちょうどいいんじゃないかなと思います一番安全。そうですね、うん、何かこう引っ掛けてこぼすこともなく閉じ込められているので、匂いが充満しないのでいいと思います。では今使ったこの器は、まあちょっと汚れてしまったので、セスキの激落ちくんで綺麗にしていきたいと思います。ではまずある程度拭きます。拭いたところにセスキの激落ちくんを振りかけていきます。そしてさらに拭き取ります。これでほぼ綺麗になりましたが、最後にアルコールスプレーも吹きかけて拭き取ります。これで汚れも匂いも綺麗に取れました。本当ですか。はい、お、うん、アルコールの匂いしかしませんOK です。使っていたものですね、これを片付けます。この箱を天井収納に載せます。はい、ぴったり乗りました。このままだと落ちて危ないので、はい、これで蓋をします。これはダイソーのワイヤーネットをただ折り曲げたものです。これを、はい、これで蓋をしてですね、このままだとやっぱり落ちてきてしまうので、クランプですね、これをガチッとはめます。そうするともうこれで動かないですね。走行中もこれで落ちてくることはないです。それからこの使っていたテーブルも片付けます。このテーブルは一度ひっくり返して折りたたむことができます。はい、折りたためました。これをこちらの隙間に滑り込ませます。はい、このままだとやっぱり走行中ガタンガタンとうるさいので、こういったタオルを挟んでおきます。はい、これで OK です。食事中は火を使っていたので暖かかったんですけども、やっぱり火を消すとぐっと冷え込んできます。外は雪なんでね、寒いの当たり前ですね。ですのでこちらストーブを使います。これはカセットコンロですね。カセットコンロの上にこのストーブを置きます。はい、ピタッとはまりました。でこのまま火をつけています。
はい、火をつけると中が熱せられてだんだんと赤く赤熱してきます。はい、どうでしょうか。真っ赤っかになりましたね。これどっかで見たことないですか。私たちが子供の頃はどこの家庭にもだいたい石油ストーブであったと思うんですけども、それと原理は一緒だと思うんですね。中が赤く赤熱されて、これにもう熱が蓄えられていると。ですのでこう手を当てるとね、すごいあったかい。まあ、ちょっとこれだとあまりにも火が強すぎるんで、弱くしときます。今弱火にしました。だんだんとちょっと落ち着いてくると思います。あ、もう色がだいぶこう落ち着いてきましたね。この状態で部屋を温めたいと思います。手をね、こう上に当ててみると、これぐらい、今5センチぐらい跳ねてますけども、熱い。もうちょっとね、ずっと当ててられないぐらい、あちゃ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 、あったかいですね。まあ横も結構あったかいです。大丈夫ですね。冬はこういうものを使って室内で温まりたいと思います。この車は換気扇をつけてます。ちょっと今布団で見えないんですけども、バックドアに換気扇をつけて今動かしてます。食事中から動かしてました。カセットコンロとかそういう火を使うときは十分換気をしております。今日はほとんど登場しておりませんけども、この辺に何か生き物が隠れてます。これですよね見えました。見えましたな。ねえ、かわいいでちゅね。しまっとくな。しまっとく。寒いもんな。という犬がいました。これがミッキーちゃんでございまち。雪だな、雪だな、ミキちゃん大変だな。寒い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 。おー、おー埋まっちゃった埋まっちゃった。おーめちゃめちゃ寒い、めちゃめちゃ寒い。もう見て、このジャージなのに、うん、何こうムートンブーツという、うん、アンバランスな。かっこいい。雪なのにサンダル。おー、すごい雪深いよ。テーブルがすごいことになってる。これ何センチ？ちょっと手ズボ10センチぐらい積もってる。すごいね。すごいことになってます。すごいね。すごいことになってますよ。いや、まるで雪国だ。すごい雪国のようだよ。本当だね。あ、すごい。じゃあミキちゃんのチッコも済んだので車に戻りましょう。はい、お、キャラバンがすごいことになってるね。うん、さあさあ、はい、戻りましょう。寒い寒い。よいしょ。寒い。ああ、大変だ大変だ。いっちゃ。出てる。よいしょ。よいしょ。よいしょ。ありゃま。黒い犬が白くなっちゃった。大変だった。大変だった。ああ、大変だった。頭すごいですね。頭に雪が積もってますよ。本当に。はい、あ、ニゴさんも自撮りしてます。私はどんな感じなんでしょうか。黒いよ。すごいよ。どん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 降ってくるから、うん、見える見えてる。すごい。これは積もりそうやね。私はこれから歯磨きをします。こんな寒いからさ、外に行かなくても歯磨きができるってありがたい。その子の外の様子はですね、もっさもっさ降ってます。さすがにこの中トイレに歯を磨きに行こうというのはやっぱ辛いですよね。車の中で歯を磨けるというのはありがたいと思います。室内が暖かいので車についた雪はどん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 こうやって溶けていきますね。ちょっと上の方にね、温度計置いてあるんですけども、お、すごいですね。 13.6 度もありますね。これちょっとね、やっぱ上の方に置いといたんではとても暖かいですね。下の方はもう少し寒いと思います。どうだろう、多分3度4度ぐらいは下の方低いんじゃないかな。上の方は13度ってね、とても暖かい状態になってます。こいつのおかげです。こいつのガス缶はまだ1本目ですね。今日ね、料理して1本目をまだそのまま使っている状態です。じゃあね、そろそろ最後のトイレ行ってきます。はい、はい、これが防水してられてるかどうか分かんないので袋に入れてあります。寒いね。よいしょ。はい、はい、マイナス1度か2度ぐらいですかね。うん、そうだね、うん、大したことないね。そうだね、気温はそこまで下がってないけども、うん、今よ、もっさもっさと雪が見えてますでしょうか。うおー、サーブサーブ。寒い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 。冷たい。足元も真っ白だよ。冷たい。もうなんか雪だるま作ってある。どこどこ。あ、本当だ。あれさっきあった？わかんない。雪だるま作ってある。あのテーブルの雪の積もり方がすごいな。すごいね。
いや、冷た。室内が暖かいんでそれほどこんもりは積もってませんけども、それでもこんだけ積もるんですね。今年は雪多いですね。寒い。大変なことになってますね。払って。あ、寒かった。ちょっと何回か出入りして頭がびしょびしょになってしまったので、ドライヤーで頭を乾かしたいと思います。ここにポータブル電源を置いてます。ジャクリー1000という 1000W タイプのものですね。 1000W までの家電が使えるということになってます。こちらのドライヤーはローであれば 600W ぐらいなので、このドライヤーを使うことができます。はい、暖かい風が出てきました。これで頭を乾かします。そろそろお休みの時間になりました。お布団を敷きたいと思います。これミッキーちゃんと言います。うちの犬です。はい、この子をどかします。はい、ごめんなさいね。はい、なんかお布団が好きなのですぐお布団に寄ってくると思うので、ちょっと捕獲しといてください。はい、敷布団をちょっとどかしておきますね。掛け布団とも言う。それからこれが電気毛布ですね。寒い夜には電気毛布を使います。こちらの電気毛布をですね、こちら側に半分だけ引きます。家門エリアになります。来ちゃった、ミキちゃんが来たぞ。嬉しいの。お布団嬉しいの。はい、ということでお布団が完成です。かわいいのあんたはな。以前はここにベッドを置いてたんですけども、こう床に直に寝た方が結果的に広く使えるなというのが分かりましたんで、今はこの体勢になっております。よいしょ、えい。かわいいの。ということで今日はそろそろ寝たいと思います。おやすみなさい。おはようございます。今時刻は6時半ぐらいです。夜明けぐらいですね。ちょうど現在気温は 0.3 度です。ちょっと火の気がないとやってられません。あ、これはガスがないのか気温が低すぎて火が弱いのか、どっちかな。火の勢い弱いですね。さすがに0度のところにいたので。おお、全く乾いてない。当たり前。起きてはいるんだ。寒いから布団から出られないだけだ。白。ミキちゃん行くよ。おー、すげえ。あ、雲海っぽくなってるぞ。あ、すごい。本当だ。向こう雲海っぽくなってる。うん。行こう。今朝はめちゃくちゃ冷え込んでます。木が樹氷になってますね。ここそんな標高高い場所じゃないんですけども、すごいです。はい、それから街に雲がかかって雲海みたいになってますね。すごい綺麗です。そして遠くの山、おお、すごいですね。真っ白でなんか雄大になってますね。すごい幻想的な風景になってる。ミキちゃんがまたやっちゃったの。またやっちゃった。寒い。はい、わかりますでしょうか。キャラバン凍ってます。バリバリに凍ってますね。あ、寝る時まだ室内暖かかったんで、こうやってつららができてますね。すごい。いやー、つらら。久しぶりに見ましたね、つららってね。いやー、雪に埋もれてますけども、温度の確認をしてみましょう。ワイパーがね、凍ってて。うわ、冷て。うわ、取れやった。うわ、手が冷て。おお、凍傷になりそうだ。ああ、マイナス3度ですね。マイナス4ぐらい。あ、袋から出したら下がってきたかな。マイナス4度ぐらいですね。
はい、それでは朝ごはんにしましょう。まずこちらですね、昨日の残り汁にかけます。はい、ご飯を入れて雑炊にします。よいしょ。はい、じゃあご飯投入。はい、おお、いい感じだね。いい感じだね。最後ネギを入れましょう。バサッ。おお、豪快。もう半分こに分けちゃう。いただきます。いただきます。おいしい。あっち、うん、おいしい。ごちそうさまでした。はい、きれいになりました。きれいになりました。はい、最後のおしっこも済みました。じゃあそろそろ駐車場の雪も溶けてきたので出発したいと思います。今日はね、めちゃくちゃいい天気です。山がとても綺麗に見えますね。はい、こちらも昨晩とは打って変わってもう雲一つない青空になってます。めちゃくちゃいい天気。よし、じゃあそろそろ出発しましょう。はい、じゃあ出発します。はい、安全運転でお願いします。はい。